どうもこんにちは。久々に通販買ってみたい、行ってみましょうか。今回はね、中国の怪しいアプリ、テムっていうんですかね。TEMU ってやつ。あれで注文してみたのが、これです。ダイソーにも売ってそうなやつでしょ。信号機で電池が入ってて音が鳴ったりとか、もちろん点滅するんですね。これをちょっとレビューしてみますね。袋から出して、で、ここを引っ張るとね、で、電池 OK になるわけですよ。で、ボタンがこっちとこっちについてて、こっちを押すとね、こうやって信号の機能が出ます。ね。なぜか、青が点滅して、で、これ黄色になるんですよね。で、黄色が点滅して、赤になるというね。結構ね、しっかりとした作りなんで、これお子さんにプレゼントしても、結構喜ぶんじゃないかな。でかいですね、結構思ったよりね。で、ボタンがもう一個こっちにあって、こっちはね、メロディーが流れるんですよ。なぜか、この音楽です。そう。花の子ルンルンですね。今、令和5年を生きてる人のほとんどの方知らないんじゃないかなと。これを作ってる中国の方ももっと知らないんじゃないかなと。ちょっと哀愁。流れるメロディーがここら辺でフルコーラスなんじゃないかなと思うぐらいですけどね。ほらサビがきますよ。この点滅なんでしょうね。ほらなんかメロディーが頭に浮かびますね。すれ違うそんな気がします。ワンコーラス全部やってくれましたね。懐かしい思い出が蘇った方もいるんじゃないでしょうか。399円送料込みでございます。いってらっしゃい。